ところに来たね。面白いのができたんだよ。また来てね。夜通しで疲れもたまっただろう。この辺で一度休憩しよう。あ、休憩するか。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。ここで降りるぞ。うん。今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。行くぞ。行こう。そろそろ朝だな。運転を変わるぞ、ノクト。朝だね。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。ああ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。おい、誰か。何か声が聞こえた。ノクト、大丈夫か？ああ、何が？夜通し運転して疲れただろう。交代するぞ。いや、まだ続ける。無茶はするなよ。ここで降りるぞ。行くぞ。行こうか。
あの荷物の中身さ、シドに何も言わなかったよね。言えないものだったんじゃないか。それじゃだいぶ含みを持っちまうぞ。つまり何か想像がついたのか。そりゃついたって言えねえやつだろ。言えねえやつだね。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか、
心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブラへを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ、ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。楽しみだな。しようよ、休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。よし。今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。いらっしゃいませ。またお越しくださいませ。
ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで。出ねえよそれ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか。で、何が聞きたいの。こちらからお選びください。倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。Thank you.
ティシエだよな。ルナフレーナ様のご結婚式。ああ、このまま船乗って見に行っちゃいたいですね。よく食べたわ。ご苦労様。マッサージはいかがですか？の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。まあな、すぐじゃねえけど。おお、しっかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。いらっしゃいませ。かしこまりました。いらっしゃいませ。ご宿泊ですか？かしこまりました。参ったな、荷物を届けられないぞ。いらっしゃいませ。お疲れ様です。ああ、船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。
オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ、記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。